ボートレース芦屋で開催の G3 オールレディースマクール杯初日メインカードサンライズドリーム第12レースです。1号艇福岡の川野芽衣、2号艇福岡の日高いつこ、3号艇広島の雲野ゆかり、4号艇愛知の宇野弥生、5号艇香川の西村美智子、6号艇福岡の小野聖奈、以上のメンバーです。今地元1号艇の川野芽衣が入ります。今年の夏レディースチャンピオン準優勝の川野芽衣、さあ高枠からの戦い。2コース足は前回しっかりファイナル入り、2号艇の日高いつこ、3コースは3号艇の雲野ゆかりです。直前 V ゴールを飾っている雲野、初戦白星と上々、新規 A1 復帰も果たし好リズムです。4コース4号艇宇野弥生、角戦足や V2 の実績あります。5コースシリーズ逃げて好発進、5号艇西村美智子、大外は6号艇小野聖奈です。1ヶ月半ぶりのレースもまくって快勝、さすがの乗りっぷり披露しています。3対3です。進入コース内側から1番2番3番4番5番6番の並び、スタートしました。サンライズドリームの第12レース、6点あまり差はありません。さあ一周一幕の勝負どころ、逃げる1号艇の川野芽衣、3号艇の雲野がまくる、刺す2号艇の日高、さらに4番5番6番と向こう正面へ、1号艇の川野押し切りました。スタートは前提正常でした。先頭1号艇川野芽衣、2番手は3番2番4番が並んで2マーク、トップで1号艇の川野を折り返した後、2号艇の日高が握って回る、内側から4号艇の宇野、刺した3号艇雲野とホーム側、2番手の競り合いは2号艇の日高いつこ、4号艇宇野弥生が並んで、すぐ後ろに3号艇の雲野ゆかり、1マークの攻防戦、焦点は2番手、2号艇の日高が先行体制で回り、そのまま突き放しました。2号艇の日高が2番手がっちりとリード、その後ろ3番手に4号艇の宇野弥生、これで上位3艇が1番2番4番です。2周2マーク、先頭1号艇の川野芽衣折り返します。2番手に2号艇日高いつこ、3番手が4号艇の宇野弥生、上位3艇は1番2番4番、レースは最終周回です。後続が3号艇雲野ゆかり、6号艇小野聖奈、5号艇西村美智子となっています。最後のバック、先頭1号艇川野芽衣、2番手2号艇日高いつこ、3番手は4号艇宇野弥生、1番2番4番、この決着3連単のオッズは 17.2 倍となっています。最終コーナー、先頭は地元1号艇の川野芽衣、初日サンライズドリームを制します。2番手に2号艇の日高いつこ、3番手4号艇の宇野弥生と回って間もなくゴール。先頭1番ゴーリン、2番ゴーリン、4番ゴーリン、3番と6番は接戦でのゴーリン、5番ゴーリン、以上前提ゴーリンしました。